続いてはウェイクアップガールズの皆さんです。皆さんこんばんはぐー。私たちウェイクアップガールズです。よろしくお願いします。2015年のアイドルの祭典で国民的アイドルの i1 クラブを下して優勝した私たちウェイクアップガールズ。そして一躍トップアイドルにと言いたいところだけど、いつまで新人気分なわけ？プロの資格がないんじゃないの？アイドルの仕事ってその人らしさを目いっぱい出すことだと思うんだ。そうだ、これみんなに。なんかいいねこういうの。よし頑張って。なんで私って肝心な時にこうなんだろう。アイドルの祭典が遠い昔に思えるわ。着ぐるみアイドルは辛いです。へそ、博多もですか？ちょ、あっちゃん、落ち着いて。私たちにはバグちゃんがいるじゃん。終わった。現在、アイドル界は混迷を極めている。いや、でも予算が。不景気な話ばっかでやんなっちゃ。しかし、こんな時代だからこそ、我らワグナーが立ち上がる時。やるわよ、全国ツアー。まだ目覚めない夢が永遠に続くならば、ただ振り返らずに前に進む。私たちの物語はまたここから始まる。夢が再び踊り出す。ウェイクアップガールズ新章開演。10月9日よりテレビ東京仙台放送 ATX にて放送開始。